こんにちは、たわきです。今回はですね、つい先頃発表されました、こちらででん、DJI オズモモバイル3ですね。これ何かというと、スマホ用の折りたたみができる電動三軸ジンバルですね。で、つい先頃発表されて、なぜ私のこの手元にねあるかというと、なんと、貸し出しをいただきました。やったー。はい、というわけでですね、なんか私すっかりなんかジンバルの人みたいになっているんですけど、あんまりね、その山の撮影とかで積極的にジンバルを使ってるっていう形じゃなくて、いつも家の中でね紹介して作例撮ってるだけで申し訳ないんですが、今回なんとね、オズモモバイル3貸し出しいただきました。やったね。で、まあ、今回はですね、まあ、開封して中身をちょっと見てみて、あと使い方ねさらっとおさらいしてみて、で作例ちょろっとね載せられたら、動画の後半につけていきたいと思います。はい、じゃあ開けてきますね。でこれね、オズモモバイル3のコンボバージョンですね。普通のバージョンとコンボのバージョンがあって、コンボだとね、ケースがついてたり、グリップの三脚がついてたり、そういうオプション品が最初からついてるのがコンボですね。はい、じゃあ開けてきます。こっちがね付属品が入っている方ですね。まず本体ですね。これがそのねキャリーケース、これもコンボで、初めてつくケースですね。はい、出ました。これが本体です。これ今までのジンバルからするとね、持ち運びどうですか、相当良くなるんじゃないですか。はい、こんな感じです、本体で。とりあえずこの辺置いといて、こっち開けてみますかね。どうやって開けるのかなお、こういうことか。なんか中にマニュアルですねとか入ってて、ここから充電の USB Type-C のケーブルとか、これがそのグリップ兼三脚ですね。よくジンバルにくっついてくるやつ。そしてあとこれが、収納ポーチですね。まあ、ソフトケースとストラップですね。このソフトケースとストラップはあのコンボバージョンじゃない、ただのオズモモバイル3でも、ついてます。はい、そういう感じですね。うん、あとこれ滑り止めパッドっていうのもついてますね。これはね、多分スマホを挟むとこにつけるやつかな。とりあえずいいや。はい、並べてみるとこんな感じ。繰り返しになりますけども、この下にある、キャリーケースとこのグリップ式三脚、これは、オズモモバイル3コンボのパッケージに入っているものですね。はい、本体だけにしました。で、私ですね、つい何ヶ月か前に、モザのねミニ S という、これまた折りたたみ式のスマホ用ジンバル紹介したんですね。でこれ持ってきちゃいますけども、こんな感じです。はい、どうでしょうか。やっぱりね、この後発の DJI のオズモモバイル3の方がちっちゃいですね。見た感じ明らかに折りたたむ機構もちょっと違うし、まあ大きい良さっていうのはなんかモーターのトルクとか多少違ったりするのかもしれないんですけど、まあ単純に大きさだけ比べるとオズモモバイル3の方が、ちっちゃいですね。まあこの辺のね、スマホ用ジンバル最近折りたたみ式のが結構出ている現状で、 DJI がいよいよ出したっていうのが、オズモモバイル3ですね。じゃあ使う時みたいに広げてみます。もう簡単です。こうやってやって、でここのねロックをこうやって解除するだけ、これだけでも、使う状態ですね。あとはここはバネになってるんで、ここにスマートフォンガチャンとやって、電源入れるだけです。でざっと細かいとこ見てきますかね。これがジョイスティックですね。ジンバル動かすためのジョイスティック。でこれシャッター録画ボタンというのは、スマホと Bluetooth でねくっつけた時にこれが効くようになります。でこれはモードボタンで、まあいろんなね機能を呼び出すのとか切り替えるのに使えます。でここにビデオカメラとかでね見慣れたような、なんていうのレバーがありますね。これは他のジンバルとかなかなかないんですけども、まあ光学ズームのねついてるスマホってあんまりないと思うんですけども、まあ、デジタルズームでもねいいよって人はこれでズームが使えるんで、寄れないときは便利かもしれないです。あとはここに、USB の、こっちはねタイプ A ですね。なんでこっから、給電、スマホ側に給電もできますよっていうやつですね。でタイプ C がここについてて、
これはジンバルの充電用です。でバッテリーはもう内蔵型なんで、ケーブルを挿して充電することになります。あと忘れてました、裏ですね、ここにトリガーがあります。これでフォローモードの、ね、切り替えとかできるようになってます。じゃあ実際スマホをくっつけて、起動してみましょう。これ iPhone6 ですけどもね、付け方簡単です。もうバネになってるので広げてつけるだけ、こんだけです。でこの赤い矢印のとこにスマホのカメラはこっち向きだよって書いてあるんで、カメラがこっち向きになってれば正解です。まあ真ん中につける形でいいんじゃないでしょうか。はい、これで OK。 そしたらこの M ボタンですね、これが電源ボタンにもなってるので、これを長押し、これで起動します。基本的にはねこの縦位置モードで、最初起動します。まあこれが今風っていう感じが、非常にしますけども、はい。で動かしていく前に、DJI MIMO というねアプリを立ち上げます。まあ、これでもう Bluetooth でつながっている状態なので、いろんなコントロールがね、可能になってます。で先ほど電源で押した M ボタン、他にもいろんな機能があって押し方で変わりますね。1回押しで写真とビデオが切り替わります。はい、で2回押し横位置になります。これが一応ねランドスケープモードって呼ばれてますね。まあ、風景を撮りましょうね。2回押しで戻る、これポートレートモードって呼ばれてます。まあ人をね撮るモードですね。でこれをM ボタン3回押すとどうなるかというとスタンバイ状態になります。要するにどっか持ち運びたいなんていう時に電源をね切るのではなくてすぐ復帰できるように、まあスタンバイにしとこうかなっていうモードですね。で今度このシャッターボタンね、これ今写真モードなんで Bluetooth でつながってます。押せば写真が切れます。で長押しすると連写モードになりますね。バシ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 撮っていきます。まあこれは普通のね自撮り棒のリモコンとあんま変わんない感じですね。でこのジョイスティック、これはまあ、ジンバル、横軸縦軸動かすことができるようになってます。これはこの機能だけですね。そして、今写真モードですけども、この横のズームレバーで、ズームすることができます。ただこれはですねデジタルズームですね。この iPhone6 の場合デジタルズームなので単純に画像を拡大しているだけになってますが、一応ズームもできます。結構ね女性とかでズーム使うんで、これはいい機能なのかなと思っています。はい、今度トリガーですね。後ろのトリガー、ここもいっぱい機能が隠れていて、まずトリガー長押しですね。でこれでロックモードになります。今これ外してると今フォローモードがねパンフォローになっているので、パン方向はこうやって動くんですけど、これをね長押しするとロックモードになって、パン方向にも、チルト方向にも、触れなくなりますね。これがロックモード、長押しでロックです。でこれをねトリガー2回押し、再センタリングですね。こうやってジョイスティックとかでウィーンって動かして、あもう1回センターに戻したいわって時はトリガー2回押しで、センタリングができます。でちょっと複雑になってきますけども、これをね1回押してすぐ長押し、リズムで言うとトンツーですねトンツーって押すと、スポーツモードというのになって、非常にこのジンバルのね首振りが速くなりますね。はい、そして今ね、背面カメラ使ってるんですけども、トリガー3回押しするとはい自撮りモードになりましたね。インカメラに切り替わりました。もう1回3回押しすれば背面カメラに切り替わると。でもう一つトリガー1回押しっていうのがあります。これね DJI MIMO のアプリ上で設定すると、1回押しをした時にアクティブトラックの、開始と停止を設定することができます。まあ、アクティブトラックって何かっていうと、自分の顔とかね、追っかけたいものを設定してそれを、追ってジンバルが動いてくれるっていう機能ですね。で、これをやるには、ここ1回押します。ちょっとタイムラグがあるんですけど、こういう緑の四角が出てくるんで、あとは自分の顔とかに設定すると、まあ自分が動いてもねこうやって、あ今ちょっと外れちゃいましたけども、はい、あんまり外に大きくね外れたり、こうやって顔をね、伏せちゃったりすると追えなくなりますけども、基本的には追ってくれる機能ですね。でこの OSMO モバイル3のね価格言い忘れてました。通常版、要するにあのケースとかついてない通常版が、税込みで 13,500 円で、ケースとか、この
グリップ三脚がついているコンボバージョンが、税込みで 15,660 円ですね。で、前も同じような話したと思うんですけども、オズモポケットありますね。これで、まあ、ジンバル撮影気軽にできるっちゃできるんですけども、まあ、操作性の面ではね、やっぱりこっちの、大きなインターフェースの方が有利っていうのはあります。あとこれも、まあ、大きさはね、オズモポケットと比べてしまえば大きいんですけども、軽さ、重さは感じません。軽いです。だから、なんていうのかな、オズモポケットも、非常に優秀なんですが、こちらのね、スマホジンバルの方が多分女性とかはね、扱いやすいんじゃないかと思います。結構ね、これ、ホイールとか、まあ、液晶画面でこう、やるのはね、大変だったりするんで、手軽さ、気軽さっていう面では、なんかこういうスマホジンバルの方がいいのかなっていうのはあります。まあもちろん、スマホにね、そのまま、記録してシェアもできるし、まあ、なんならライブとかね、生放送もこうジンバル持って自撮りしながらね、したりすることもできるんで、うん、やっぱりこのスマホってこう常にね、電波とつながってるとこが利点なので、そういうとこを活かしたい人はこういう、選択肢もいいと思います。じゃあまあどれだけね撮れるか分かりませんが、このねオズモモバイル3で、撮った作例をね見ながら、お別れしたいと思います。それでは